平等寺は、徳島県阿南市、新野町にある高野山真言宗の寺院、白水山、異王院と合する。本尊は、薬師如来、四国八十八箇所霊場第二十二番札所で、阿南室戸歴史文化道に指定されている。本尊真言、おんころころせんだりまとうにう和か護衛か、平等に隔てのなきと聞くときはあら、頼もしきふっつとぞ見る自伝によれば、空海がこの地で、 薬除け祈願をすると、五色の雲が、脇混合会大日如来の盆地が、金色に現れた。さらに、その短章に火事すると、薬師如来像が浮かび上がったので、尺上でその場に井戸を掘ると、乳白色の水が湧いた。その水で身を清め百日間の修行をした後、薬師如来を刻み、堂を立てて、本尊として安置したのに始まるという。寺名は、この冷水により、 人々の平等な幸せを願い、また、一切の主生を平等に救済する祈りを込めて、平等寺と称されたという、七動画欄や十二の末寺を持つまでに栄えたが、天正年間に、長祖壁元地下の陛下で消失した、教法年間になって、少主具アジャりによって再興される、2017年1月より、平等寺本尊書会式が毎年行われるようになった。初会は、 第26世住職診療が小8000枚駒を成し遂げた、二王門本堂白水の井戸根半大師道路に面した十三段の石段を上がって三門をくぐる。左に手牢があり、その先に大師道、その横に小さな観音堂がある。右には農協所があり、その先に長図場が、左に鏡の井戸と、 地蔵石像の祠がある、正面に42段の男役坂が左には、緩やかな33段の女役坂があり、登り詰めると本堂が立つ。本堂左の方に、五摩堂がある。なお、当時の境内地はすべて撮影可能。目に映るものは何でも撮ってください。撮影程度で汚されるような、やわな作りではないです。とのこと、剣士っていう形文化財鉄道バス道路好きよ。 お水あんあべごみず大しずきよお水あんこの地で止まった空海が水がない主張の不便を感じて家事し清水を沸かせた夜になり月が沈んで闇夜となると月を招き寄せ月夜としたとの伝説があるまた空海が艶したところに自ら刻んだ薬師如来を祀った一羽の家を混流したとも言われている三谷間の運動当時は魔物が進むと言われた この谷間に足を踏み入れた若き空海が岩に、ニョイリン観音を刻み修行をされたという霊石。詳しくは、三谷観音堂を安倍小水大死水不足に苦しむ民衆のため空海が祈願すると、金色の竜が現れ水が湧き出したという霊石。金流案とも呼ばれ、はじめは海に面したところにあり、水が直接海に流れ落ちていたと言われているが、 崖崩れにより1954年今の場所に移された、近くに法上と大師堂あり、四国88カ所21ふとしり寺う22、平等寺23役王寺、ありがとうございます。